ソケット604はインテルの g ンプロセス作用を接続するための604ピンの CPU ソケットである。ソケット604は電気的な接続と同時に物理的な保持もを行う。ソケット604はヒートシンクを保持するように設計されている。ソケット604はワークステーションやサーバープラットフォーム向けとしてインテルが設計したジフソケットである。 ソケット604は604本のピンを有するが、電気的な接点は603本だけである。残りのピンはダミーピンである。それぞれの接点は 1.27mm ピッチの規則的な配列であり、604ピンパッケージのプロセッサと接合する。ソケット604プロセッサは、400、533、667、600、 全六十六メガヘルツのバス速度が利用可能であり、百三十七メートルプロセス、九十七メートルプロセス、六十五ナノメートルプロセス、四十五ナノメートルプロセスで製造された。ソケット六百四用プロセッサは余分なピンが存在するために、ソケット六百三用マザーボードに挿入することができなかった。しかし、追加されたソケットの穴は動作に影響しないため、 ソケット603用プロセッサは、ソケット604用のマザーボードに挿入することができた。ソケット604用のプロセッサは 1.60GHz から 3.80GHz の範囲で存在した。この高いクロックレートは、後期のコア2ベースの CPU よりも昔の性能の低いネットバースト世代の G オンだけに存在した。ありがとうございます。